じゃあ俺は行くよ。待ってな。うん。いや、それはやばいわ、その事故は。めっちゃ不安やから。揺れへんだけマシやな。
応念のため食品やゴミは、ちゃんと匂いが出ないようにしてテントの中へしまっておいていただいて、そうですね、外に出さない、まあ、熊だけじゃなくて猿や鳥なんかも呼んじゃいますから、そうですね、そういうところだけお気をつけいただければと思いますが、